ビューヒエンマッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのロート郡に属す、町村。ビューヒエンマッハは、ミッテルフランケン工業地域に位置する。この町は、公式には13の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この村は、1249年に、ゼイリゲンボルテン修道院への寄進として、 初めて記録に残されている。中世末期、ビューヒエンバッハは、ニュルンベルク氏の支配下にあった。宗教改革の導入により、ブランデンブルクアンスバッハ編教迫が勢力を拡大し、影響力を増していった。ビューヒエンバッハに、最初の信教の教区が設けられたのは1526年から1527年、ゼバスティアン・フランクによってであった。やがてビューヒエンバッハは、 ブランデンブルクアンスバッハ編狂白領に編入されていった。1792年にプロイセン王国領となったビューヒエンバッハはパリ条約によってバイエルン王国に編入された。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体例によって現在の自治体が生まれた。この地域の人口は1970年3484人。 1987年4242人、2000年5226人と大きく増大している。首長のヘルムート・バウッツは2003年の選挙で選出された。当時29歳でロート軍で最年少首長、バイエルン州でも最も若い首長の一人となった。議会は20議席からなる。街の中を背骨のようにバーンホーフ通りが貫いて走り、 ここから細かい長道が枝分かれしている。バーンホーフ通りは、町の東端を起点にして、町を貫き、北に転じて、シュバーバッハ方面へ向かう。ニュルンベルクからの S バーン S3 ニュルンベルク、ロート線のビューヒエンバッハ駅がある。また、連邦アウトバーン A6 号線に接続する、連邦道 B 2 R 5ロートニュルンベルク線が、町から 4km ほどの場所を通っている。 ありがとうございます。